オープンハンドセットアライアンスは、携帯電話のオープンスタンダードの開発を、目的として2007年11月に、Google を中心に84の企業、団体が参加して組織されているコンソーシアムである。Android オペレーティングシステムコンソーシアムの目的は、コンシューマーにとってより良い携帯電話を提供することで、あり、その実現のためにオープンスタンダードを設計、定義し、 アンドロイドを提供している。アンドロイドは単なる携帯電話のオープンスタンダードのブループリントではなく通信キャリア、携帯端末メーカー、開発者が革新的なデバイスソフトウェアサービスを開発するために必要とする完全なプラットフォームである。2007年11月に Google を中心として世界規模で活動している34の通信キャリア、半導体メーカー、 携帯端末メーカーソフトウェアベンダー商業化会社が参加して組織された。その後、幾度かの参加組織の参画が行われている。2018年4月現在、84の通信キャリア、半導体メーカー、携帯端末メーカーソフトウェアベンダー商業化会社が参加している。ありがとうございます。